本当にこう、はい、今っていうのは、あのこの前に来た時かな、深津さんにその銃の免許取る時の話聞いて、家の中にロッカーで鍵かけてとか、うん、近所の人に警察が来て聞き取りとか、そうだね、それに私ね動画で聞いた時は聞いたんですよ、うん、その若いって言ってもまあ50代の女の人が、まあ、あの私は銃の免許持ってて、うん、その猟友会で行くんですけど、うん、女なんですよっていう話して、いや銃のあの免許を取るのは大変でって、家のそのところにこのロッカーがあって鍵かけてとか、そういう話をしてましたよ。本当なんだって銃は本当に大変、車は乗んなくてもいいじゃないですか、眠り車が、年度が銃は眠り銃はダメなんですよ、使ってないとダメなんだよ、使ってないとね。だから俺はエアライフだけど、それでもやっぱり年間のあの僕は寮に行った、誰と行った、あの弾は何発撃ったっていうのをみんな報告するんですよ。へー。で銃も改造しないように、その年に1回その点検っていうのがあって、長さ測るんですよ、銃身79センチなんだけど、それが逆に改造っていうのを短くすることなんだ、うん、短くすると隠せるじゃないですか、はいはいはい、で銀行でも行ってボンボンとさやれば、だから刀なんかなら長い方が危ねえな気がするんだけどさ、あの何センチ、刃渡り何センチ以上はダメだって、銃は短い方、銃反対なんですよ。はそれって意外と不思議でしょ。そうですね、そう言われてみればそうだよなってなるけど、銃は短いか改造、まあ切り詰めてね、でほら近距離で掴んだらライフリングなんかいらねえ、うん、短く切っちゃったって、うん、ほら一応ほらこのエアライフなんかもライフリングしてるわけだよね、まっすぐとかで、でそれの検査毎年やるんですよ、うん、この間もだって、ね、今3密だから時間指定で何時に来てくれる、だその更新に忘れると大変なんですよね、前話聞いたけど。それ大変だよ。だから教えてくんないんですか？教えない。深津さんもうすぐ切れますよって。だって、要するに、元へしたかねえんだから。ああ、そっか。そっかそっかそっか。だって、警察にとって銃を持つことは犯罪者を増やしてるみたいなもんだから。余分な仕事を増やそうとしてるみたいな、あの、うん、増えていくのと同じだから。だから、はっきり言うんですよ。あの、銃の所持試験。まあ、それが、まあ、試験なんだけど。うん、その私たちは落とすための試験ですから、これは落とすための試験で、罠はくれるため の自治体なんかでも協力して、そのあ違うんだ、違う、でも管轄はやっぱりまあ生活安全からだよね、地域間の中に生活安全課っていうのがあって、産業廃棄物の、許可証なんかとか、そういうような人なんかが来てるんですね、そういう、あと古物証とかそういう人の免許、ああはい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 、そういうのが地域課、生活安全課で取るんだけど、その一つなんだよね、この銃だから、もうあの罠ももちろんそうなんだけど、あのそういうで猟友会に入るんだけど、俺なんかは自分家の農家の、牧草の被害を少なくするために罠を取って、罠を取ったらあまりにも引っかかるんで止めさせするに自分で銃を取った、通報から入ってった。かたやほとんどの猟友会員は趣味なんですよ。だから、全然違うんですよ。その俺なんかは誰でもかけてもいいじゃね、免許があるんだら、だけどいや、ここは東部猟友会の縄張りだから、深田さんここは許可しねえでくれ、俺は自分だけじゃやりきんねえから、どこの猟友会でもあの罠かけさせてくれって言うわ、許可あるんだよねって、ありますって、あじゃあいいんじゃないですかって、だけど同じ東部猟友会は縄張りだよって、へえ、そういや、そんなことによ、地域あのこの辺の人はみんな少なくなってくれた方がいいんだから、まあ俺はどこんちの山とは言わないけど、俺が作ってる畑は
俺は許可しないと、うん、私はなんか OK 出しちゃってるんだけどさ、うん、だから熱が違うんですよ。だから俺なんか猟友会の中じゃ変わり者なのかもしれない。だってそれは自分の要は営みでやってるんだからしょうがないですよね。だから全然こう発想が違うから、うん、だからもう考えの根底が違うじゃないですか。だからいう何、一等でいくらとかなるじゃない、うん、本当にあれだよね。あの領域でまとめて本当におかしいなと思うんだけど、やつら役員 だけが 10等だら10等分ちゃんと取って、俺なんかその時新米だったんだけどもう7、8年前から深尾さんの分が連鎖ねえなんて、なーにこの人たちはバカか気違いかななんかかなと思って、だって会員がちゃんと等数取って写真なんかも全部取って報告してるのに、自分たちは自分たちの取った等数 の投資金をちゃんともらってるんで、あ、県群馬県からもらえるんか、うん、もらえるん。それを俺のところには足んねえからってねえんだよ、少ないんだよ、うん、もう一人武君積んだ。あ、じゃあてめえらは好きな趣味でぶって、駆除して、申請してどっか意味不明の金がどっか行っちゃったのを、でも自分たちはちゃんと等数に見合った金取るの。はで足んねえ分はこっちへしようぜ、はうん、そういうのはおかしいなと思ったね。そういうのもあるんですね。何時だっけ？8時になるもん。行ってみます。また時間があったらちょっといいお話を。いやいや、あんまり大したことねえよ。そうか。じゃあお父さんもまた走り出すかな。ハワイでも行くかな、時期。もう足びっこ引いてるから。あ、そっちはない。まあでもよく歩けるようになったなって。おだって去年の今頃も、ね、もう足引きず歩けねえで、ね、松葉杖だったのに、やっぱ薬抜いて正解なんだなって思いましたね。まあそれ自分でなんでそうなるかっていうのは、やっぱり自分で今まで生きてきた、そういう風に生きてきたからそうなるんですよね。因果関係。そう、自分がそういう風に生きてきたんだから、自分で何言われても何にも言わねえ、どんな不利益があっても何にも言わねえから、それが積もりに積もってそういう体に症状が出てきてって、本当に何にも言わねえ人でどうしようもねえんだから、今度は赤城清六の用水の事務所に行って、もう俺が会議出させてくれって言おうと思って、てめんちの畑だけ今まで道があったに道がねえようになってて、消毒する機会も旋回できないようになってるんで、明らかにおかしいんですよ。で今年度が最後なんで、今年はねえと、それが未来永劫まで続くんで、で思ったんが、これやっぱ農地とか、まあ畑も全てそうなんですけど、それは自分だけじゃなくて子や孫に伝えなきゃいけないものじゃないですか、持続的に。だからそんなね、一軒のうちが不利益を被るような、一軒でも何軒でもいいけど不利益を被るようなことはやっちゃダメなんですよね。山下総一の引く場合のあれがそうなんだよね。農地をそんな分けたらね、ろくな農業はできない、うん、農地っていうのは漁師にとっちゃ海と同じなんだから、それは伝えてなんもなんだから、やってるうちはそんな、そのまあ長男か次男坊か誰かそのうちをついで農家としてやってるうちは、そういうふうに相続だなって分けちゃダメだ、うん、田分けだ、田んぼを分けるんだ。